かなか届かないっていう天気ですね。先輩格が登場してまいりました。ナターリア・ベステミアノワ、アンドレイ・ブキン、27歳と29歳のペアです。この組は多分楽しい演技を見せてくれると思うんです。このペアも昨年とはもうガラッと何かプログラムを変えてきましたね。そうですね。去年私はスローテンポから入ってこうしまいに行くに従ってテンポを上げて活発な動きを見せたプログラムだったんですが、何しろチャールストンでデビューして、そしてカルメンでも世界を渡して、あ、今年は笑顔が撮れたからね。必ずテーマ曲を持ってるこのダンスの組なんですけど、はい、それに合うような振り付け、顔の表情、髪型まで引っかかりますね。今年は非常にこうコミカルなタッチのプログラムに変えてまいりました。このベステミアノワ・ブキン組、しばらくじっくりご覧いただきましょう。もう楽しいですね。もう見てて何も言うこともないし、ただああやって気持ちよく決めれればいいなっていう、まあ、感じにはなりますけどね。スケートの楽しさというのを本当にこう観客を巻き込んで十分に発揮してくれますね、はい。表情で拍手を送っています。まあ、昨年の世界選手権などは本当にこう怪しいまでの大人の魅力というのをたっぷりとリンクの上に表現したこのベステミアノワ・ブキン組なんですが、今年はガラッと変わりまして、本当に陽気な、スケートというのはこんなに楽しいんですよという素晴らしい演技を見せてくれました。
そういうところを見ていますと、やはりスケーティングの幅、うまさ、そういうものが実によく表現されている、生きているという感じがいたします。世界選手権でもフルマークの6点が3人出たんですが、はい、ヨーロッパ選手権では4人いたんですね。そこに、はい、今日は何人ぐらい出してくれるか楽しみですね。そうですね、体全体が躍動している、楽しさを表現しているという、そういうところがありますもんね。全部 5.9 ですか。これは6点を期待できると思うんですけど、はい、これは技術点です。このあたり の、 あのベステミアの、あの肩の動き可愛いですね。動きですね。アーティスティックインプレッション。アーティスティックインプレッションは1、2、3、4、5人。うわー、すごい。もうほぼ完璧ですね。ヨーロッパ選手権、去年おととしとチャンピオン、そして世界選手権でも去年おととしチャンピオンに輝いています、このペアです。もうお客さんも十分スケートの楽しさを堪能したという満足の表情で拍手を送っておりました。